演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら味わいのパウンド一軸を食べてみたいと思います。不老不死の果実で作ったパンケーキなんですが、一軸ってそんな果実、ちょっと怖いんですけど、不老不死ってゲーム作品の中で不老不死のキャラクターって大体どこでもないパッケージされたな。現実にはちょっと夢があるようで、実はあんまり夢がないっていう、そんな感じの話が決めた。なんか暗い話になってる、暗い話になってる、明るく食べないと。中身はこんな感じですね。ではパウンドケーキなので、パウンド、はい、こういう風に種類が取れました。ではちょっと不器用で申し訳ないんですけど、こんな感じで断面図は。ではいただきます。うわー、最初の味は結構やっぱり良薬はなのかな。でも食べ進めていくとだんだん、イチジクのザクザクとした食感も味わえたんですが、ラム酒が結構強烈で最初に来たので、ちょっとここで好みが分かれるかなと思いましたね。食べ進めて、このザクザクとした音を楽しむことができて美味しかったのですが、イチジクのもうちょっと大きめの果実を楽しみたいという気持ちも出てきてしまいましたので、こちらも提出させていただきます。もうちょっと大きな果実を入れてほしかったんですね。そうすれば不老不死にはなりたくはないんですけど。新年はシンデレラかな、ジョアカネと煩悩が解けると同時にシンデレラをつけてしまうのでしょうか。まあ時間的にはそうなりますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。